皆様おはようございます。トミーです。日刊トミー第14号、ちょっと昨日撮れなくて、2月24日の朝に撮っております。すいません、今日2本撮ります。水曜日のテーマは、旅ということで、まあ旅のネタなんてちょっとありすぎてですね、どれにしようかと思って迷うことが多いんですけども、やっぱり鉄道ネタがね、やっぱ私はまあ、好きなテーマなので、ちょっとまた鉄道の話になるんですけれども、私まあ今でも乗り物がね大好きでして、まあ1日移動7時間ぐらいまでなら平気なんですけども、まあ今でそれですから若い頃はもっとでしてまあいわゆる青春18切符とか学生の時とかね、一日中乗ってるとかね、全然平気だったんですけども、学生時代にね2回青春18切符の旅というのをしまして、当時はねバラ売りしてくれたんですよ。今は5枚というか1枚の券に5日分半コースシステムになってまして、1回分だけ買うとかできないんですけども、昔はできました。大学生協とかで売ってまして、それをまあ例えば本当に1日かけて移動して、また1日かけて帰ってくるとなると2枚で済むわけですよね。値段はね当時とあんま変わってないですし、今でもちょっとぐらい高くなってますけども、だいたい2000円ちょっと、2200、300円が1枚分ですね。だから5枚で1万2000円いく、今1万2000円ぐらいいくのかな。だけどまあそんなもんですわ、そんなに変わってないです。でそれでまあ当時、今はねやっぱりね、ああいうものってやっぱり日進月歩で列車の速度とかも上がりましてですね、随分早く着くようになってますけれども、当時はね朝始発で京都を出て、でだいたい夜の7時ぐらいに博多に着くという感じでしたね。で私実は屋台研究会の会長でもありましてまあそんな研究会というそんなサークルないんですけど、私の周りで勝手にそういう風にしてまして、何人か仲間というか後輩とか連れて行ったりしたんですけども、それを2回やりましたね。でまあ7時ぐらいに博多に着いて、まあ大体夏休みなんですけどね。でまずラーメン食べて、それから屋台巡りをして、博多はねもう屋台の聖地ですからね、本当に京都でいうとお池通り、東京でいうとどこになるんですかね、新橋とかあの辺になるんですか。ビジネス街にいきなり屋台が出現するというね、本当にすごい、最初行った時は本当に感動しましたね。漫画ね、クッキングパパという漫画ありまして、今も続いてると思うんですけど、それで人九州の人なんで、上山土地さん作者がね、で九州の屋台のこととかも書いてて、まあ、1回行きたいなと思ったんですけど、まあ、青春18切符ならお金はかからないです。で学生やからお金はないけど体力は売るほどあるので、それで行きましたね。何人か3人で行ったのかな。でまあ屋台をずっと一晩中巡って、でそのまま始発で帰ってくるというね、弾丸ツアーですよ。0泊2日というやつですね。2回行きましたね。で当時はねまだ国鉄の時代かな、ちょっと待ってくださいね、調べます。ちょっと調べました民営化ね1987年昭和62年ですね。だから私が4回生か、あれじゃあもう JR なってたのかな。いやまだ国鉄やったような気がするな。私83年入学なので、だから87年は4回生ですけどね、あれ行ったのはもっと、あれ4回生ぐらいか。なんせね民営化してね、一番我々鉄オタがショックを受けたのはですね、接続がねめちゃくちゃ悪くなったんですよ。昔はね一応その普通電車みたいなのを普通列車みたいなのをたどっていけば、まあ、時間はかかるけどもたどり着けるという遠くまで
やったんですけども、民営化してからはですね、もうなんせ終点で降りまして、でそのそこに列車はなかなか来ないで、あのその一つ向こうの駅、一つ先の駅からは電車何本もあるんですけど、その隣の駅になかなか行けないというようなね、意地悪な作り方をしてて、あの一番印象的なのはあの糸崎ですね、あの広島県の糸崎ですけど、あそこがね本当に接続悪くて、あの朝と夕方ね、いわゆる通勤通学の時間帯はちゃんとしてるんですよ、つながってるんですよ。だけどそれ以外の昼間ね、やっぱ嫌がらせとしか思えないような、そういうダイアグラムで、まあ、つまり遠く行きたい人は新幹線か特急乗んなさいと、そういうことなんですよね。ちょっと露骨な感じで、それがもうすごいショックで、昔はね本当に長距離の普通電車とかいっぱいあったんですよ。大垣から東京まで行くやつとかね、あと夜行のムーンライト号ですね、ムーンライトなんちゃら、それはもう本当に夜行の普通電車で、だから寝台も何もない普通のああいう、まあ、快速電車みたいな、あんな感じの昔の国鉄型車両ですね、あれ4人掛けシートの、あれでずっとすごい長距離行くというね、そんなんもあったんですよ。そういうのがなくなってですね、やっぱね順次なくなって、まああれも運行するのはやっぱ大変だったでしょうね、きっとね。そうだから、トータルその博多まで京都から14時間ぐらいですかね、なんともなかったですね本当に。で博多の屋台ね、やっぱりね安いんですよ、屋台やからね。場所によりますよ、中洲の屋台とか行くと、まあ、ぼったくられるとか、うちらはやっぱ言葉ですぐバレるじゃないですか、関西人で。だから遠くから来た人っていうのは ぼったくられるとかいう話がありましたけど、天神、まあ、学生の街ですね、天神ね、天神の屋台なんかはそんなこと全然なくて安いんですよ。でいっぱいねバリエーションもありまして、生ものがダメなんですよね、刺身とかないんです。だからだけど天ぷら屋とか、まあ、串焼きとか、もちろんラーメン、餃子、それから変わったところで言うとカクテルバーとかね、カクテルの屋台とかもあったりして、なかなかバリエーション豊富で、あそこでね初めて知った味はね、焼きラーメンですね。焼きラーメンって焼きそばとどう違うねんと思って食べてみたら全然違いました。博多ラーメンのあの細い麺と、やっぱラーメンのスープもあって、ちょっとウェッティなんですよね。ウェッティって、そんな言い方おかしいね。ちょっとだから汁気多いんですよ。で、やっぱり焼きそばとは全然違う食べ物だなと思いました。焼きラーメンと言うしかないよな、これは確かに。そういうものとかね。鉄板焼き系統のものが多いかな、やっぱり焼く。うん。で、明太子なんかね、出したいんですよ。あれ、火に通しても別にまあ、いいんだけど全然別物じゃないですか。で考えられたのが、あの明太子入りのだし巻きですね。だし巻きに入ってる明太子はまあはっきりと生なんですよ火なんか通らないんですよ、そんなやり方したらね。だからそれで一応でもそれ焼き物なんですよね。そういう風にしてあの明太子出したりねしてましたね。途中ね、その旅でね、一番覚えてるのはね、山口県内ですね。だから昼下がりですね。ちょっと3時とか、そんな時間に通過するんですけども、それでなんか地元の女子高生ですかね。中学生じゃないな、女子高生ですよね。丼の、あの駅そばみたいなやつをですね、嬉しそうに持って乗り込んできたのがね、すごいね、印象的でした。我々もあの、姫路の駅そばとかね、あれは、車内に持ち込んでよかったんですよ、昔。私の覚えてる中ではもうすでにプラスチックの器でしたけど、その昔は素焼きの器やったらしいんですよね。で食べ終わったらもうその座席の下とかに置いといてよかったんですよ、昔は。でそれはさすがにね、その私が大学生の頃、その旅に出た頃はもう関西ではそんなことはなかったけども、山口県ぐらい行くとね、またそんな風景が見られて、あ、いいなと思った覚えがありますね。
いいなというか、なんか懐かしいなというね、そんな思いがしましたね。あとその一晩回る言うたって、やっぱり人間飲みも食いもね、限度があるじゃないですか。その無限に飲めないし、無限に食べれないでしょ。で、駅前の噴水のとこで寝転がってたりしたな。やっぱり夕方7時ぐらいからスタートして、そんなね、2時3時ぐらいにもうやっぱり限界来るんですよね。でも始発電車はもうちょっと後なので、なんか寝転がってましたね。でもとても楽しかったですね。まあこの年になってもね、また行きたいと思うぐらいな感じですよ。私あのお金と暇さえあればね、そのぐらい平気ですね。一日列車に乗ってて、まあ、屋台巡りして一晩中ってのは辛いかな。今はどのぐらいでしょう。ちょっと調べてみます。すみません、ちょっと調べてみましたら、始発で京都出たらですね、博多に着くのは6時40分、18時40分ということで、あんま変わんないですね。途中岩国で38分待ちというのが痛いですね。これがなかったらもっと早いんでしょうけどね。ここでもここで13時4分から13時44分、まあ40分の接続なんで、まあこれでお昼ご飯食べるとかできそうですね。またね、まあ今暇時間あるので、また行ってみてもいいなと思いますけどね。また春休みに発売されますかね、青春ジャッジ。でもこの間、去年かな、北海道内で使いましたね。あとね、このうちの実家から京都まで片道約2000円なんで、1日のうちに往復するんだったら青春18切符安いんですよ。2300円ぐらい、片道分ちょいぐらいで往復できるんで、だからどうしても行って帰ってこない赤いの時は青春18切符1枚持っとけばね。ただ5回使うのかどうかっていう問題ありますけどね。そんなん使うか、使うようにすればいいんですよね。どっか行けばいいんですよね。この辺もね、いっぱいちゃんと乗り通したことない線がありまして、加古川線とかね、あと万丹線、紀新線、いっぱいありますから。昔はもっとマニアックな鉄道が通ってたはず。北条鉄道とか通ってたん違うかな。でも今はそれはないね、確かね。面白いのは山陽電鉄ですね。ただ高砂の方ですけども、あっちの方はね、本当にローカルな感じで面白いで、ただ高いですけどね。明石から西が面白いですね。今度そういうのも行ってみたいなと思いますけどね。時間のあるうちにね、時間のあるうちに永遠に時間あったりして。まあそういうことで、長距離乗車ということをね、お話しました。ただ夜行のバスとかね、あれは辛いですね。乗る場所にもよるんですけど、ただ移動するだけになってまうからね。夜やっぱり見えないし、何もあの閉鎖的な空間でずっと座ってて言うのはなかなか辛いですね。夜やから、やっぱ例えば連れと乗ってたとしても喋ったりできないしね。あれはなかなか辛いかなと思いますけど、まあ、そういう夜行の普通のやつも一回乗ったけど、あれもしんどかったな。だから床に新聞紙とか段ボール引いて寝転がってる人もいましたね。誰も移動とかしないから。トイレは一応あったん違うかな。トイレなかったら無理ですよね、そんなんね。さすがにトイレない長距離列車で恐怖でしかないですよね。私割と持つ方ですけど。ということで今日は長距離普通列車の旅、青春18切符の弾丸ツアー屋台研究会の活動などお話しました。また今度は飛行機の話にしようかな。また来週ね、旅の話題が届きます。ということで、日刊トミー第14号でした。今日もありがとうございました。トミーでした。それではまた明日。